ギター研究会へようこそ。ちょっといつもと違う始まり方をしておりますけれども、今日はですねカッティングというのをやってみようと思いまして、ちょっと演奏から入ってみました。カッティングというのは何かというと、ちょうどドラムのあのスネアのようなツンツッチャッツッツンツッチャのこのチャッっていう感じを、出す、それがカッティングですね。ですね、今僕は左手でカッティングをこうやってというふうに、やっていました。これをするとしないではだいぶ雰囲気が違って、今の曲を今度はカッティングしないでやってみますね。マラソンランナー走り出せば、なんとなく締まらないですよね。でもカッティングを入れると、マラソンランナー走り出せば、だいぶ感じ違いますよね。でこの8ビートのストロークができて、それにこのカッティングを組み合わせられるようになるとすごくいいです。今日はひとまず右手を使ってのカッティングをやってみたいと思うんですね。でどうやっているかというと、弾きながら音を消している、何を言ってるんだこのおじさんはという感じですが、この手のこれ何て言うんでしたっけ、なんか言い方ありますよね。この手のふくらはぎじゃない、ここでパッとこのサドルのまあ近く、こういうあたりをパッと押さえるんですね。押さえる場所によって感じが違いますね、音のね。これはもうその人のまあ好みでいいと思うんですが、僕はだいたいこの辺で、こっから見たら見えるんだろうか、できないな、こんな体勢で弾いたことがない。とりあえず大切なことはピックは弾くということですよね。ピックを弾かずにただこうやってたんではただこれだけのことですから、じゃなくてちょっとピックで弾きながら音を止める、これが右手のカッティングですね。ミュートカッティングって言うんでしょうかね。そしてという感じに、音を止めます。そうするとだいぶこうポップな感じになるというんでしょうか、曲の感じが変わりますよね。カッティングがないとこれだけ、ここにカッティングが入ると、いかがでしょうか。この右手のカッティング、ぜひ覚えていただきたいと思います。ギター研究会いかがだったでしょうか。またお会いしましょう。どうもさよなら。